感覚生の皆さん、こんにちは。レクセ専任講師の坪倉です、えー。今回の動画はですね、面接対策の、まあ、ああ知っていこうと、いろはを知っていこうということでお話をさせていただこうと思っています。で皆さん、一番公務員試験ってなった時、まあ、これ就職試験もそうかもしれませんが、そもそも面接って何やんのと、どうやって判定されるんだと、対策何したらいいんだっていうのが一番不安なところかなという気はします。 ですので、今日はその色派の部分ですね、えー、少しでもちょっとお伝えできればなと思います。で、そもそもじゃあ、面接ってどれぐらいの配点なんだろうっていうところを少しお話していきますけども、例えば、あ実際いくつかの自治体のところを取り上げてお話しします。ちょっと関西圏の方を使いますけども、えー、一つ、えーまあ、これ、まあ、官学の方なので、まあ、西宮のところなので、まあ、例えば、兵庫県とか神戸とか、えー、この辺りを使いながら、西宮とかを使いながらちょっと例えでしますけども、地方公務員。 例えば、神戸市というところに関してっていうところで見たときに、筆記試験のところが、あ、もともと、あの筆記試験教養と専門合わせて300点のところを、二次試験以降は150点にちょっと筆記試験の割合を減らしますみたいなことをするんですね。あ、そっか。だから筆記試験は150点満点ぐらいで考えたらいいのねぐらいをイメージしてください。一次試験時300点のになぜか、えー、二次試験とかまで進んで面接が始まると150点まで減らされるんですよ、満点。 でその中で面接の点数のところがどれぐらいか。面接が、個別面接が1回200点が2回。つまり400点。プラスグループワークが100点。っていうことで500点あるんですよ。筆記試験が150点で面接500点ぐらいあるんですね。3倍以上の差があるんですよ。これは対策をしっかりしなきゃいけないね。はい、例えば次、兵庫県。西宮もそうです。 兵庫県とか県庁とか西宮とかは、じゃあ、一次試験突破しました。点数は言いません。はい。突破したあ、そうなんだ。え、じゃあ、点数何点などというふうになるんですけど、実は、兵庫県も西宮市とかも、一次試験が合格されると、筆記の点数がゼロに戻されるんですよ。で、面接だけで、その後の合否を決めていく感じなんです。面接だけで合否を決めていきます。 はい、これが県庁とか西宮市のリセット方式これ京都市とかもそうなんですよ、ね、結構京都府とかもそうなんでこういうタイプの自治体さんが多くなってきてます特に、えー、関西からの西日本エリアはそういう自治体さんが増えてきてるのでそのつもりでいてください、はい、それからじゃあ国家とかはどうなんだっていうと国家公務員のところの試験のところであった例えば裁判所とかみたいに筆記試験っていろいろやらされるところの点数と面接の点数が大体い 同じぐらいの割合っていうところもあるし。ね、よく言われるのは国家公務員の試験。はい、ここも面接ってどうなんだっていうと、はい、ここ、よくトリックで書いてるから間違えないでね。はい、公務員試験のネットとかに出回ってる世の中の情報でよく間違えやすい。皆さんが、えー、公務員をこれから考えることで間違えやすいのは、最終合格という言葉と内定の違いなんですよ。 ですか最終合格と内定は別です。あなたが求めてるのは内定、つまりこれは就職先の確保です。最終合格は、まだ就職先は何も確保されてません。よろしいですかここ間違えないでね。内定を取って初めてあなたは卒業なんですよ。で、その内定を取るっていうふうな形になった時に、国家公務員の試験って、実は最終合格っていうやつをするまでに一回軽く面接します。 で、最終合格っていうところにたどり着くためには、面接のウェイト、比較的点数低いんですよ。その代わり、最後の内定っていうのを取ろうとした時に、面接のウェイトがめっちゃ高くなっちゃうんです。実際これは官庁訪問っていうところで実際それは言われてますし、例えば税務署の職員さんとかのところの試験のところとかでも言われてますし、ね、裁判所の試験でも言われてるし、正直そこのところは、最後の最後の面接のウェイトが急激に高くなっちゃうのが国家公務。 だからいずれにしても面接ってウェイトが高いってことだけちょっとしといてください。なんか筆記試験だけやってて逃げ切りゃいいんだよ。いやはっきり言います。甘いです。そんなことはできませんから。はい、そこはあの純粋に面接ともちゃんとバランスよく立ち向かう必要があるよと思っててください。ね。だからそこのところでね、えー、気をつけてください,、はい。じゃあその面接って何やんのと。どうすりゃいいの っってなった時に、はい、皆さん面接ででね聞いいたことないですか面接っていうのはいい子だったら受かるととかか聞いいたことないですかはっっそりゃ間違いですっていうのは厳密に言うといやいい子だったら受かるじゃねえかって思うかもしれないでしょじゃあいい子の定義はいい子ってどんな人それって主観でしょそんな言い出したらそんな主観でいいやつ悪いやつなんて判定されたらたまったもんじゃないし皆さんのところで考えてみ要は。 いい子だったら受かるって公務員試験超大変やけど頑張ってみようかって思ってる皆さんに悪いやつなんかいないですよじゃあいい子ばっかり受けてたら全員受かるのかって受からないでしょじゃあどうやって判定してるか審査基準がちゃんとあるんですつまり今の世の中は公務員試験はいい子だったら受かるとかっていうまやかしとかなんとなくなんか適当に喋ってたらなんか受かった気がするっていう人が出てくるからそんなこと言われてるのあって審査基準を知らないまま受かっちゃう子もそらいるでしょ でそれを話し聞いてるとなんか公務員ってやっぱりそういうつながりがあったら受かるのかなとか地元じゃないと受からないのかなっていう風な形で考えちゃうんですよそれは申し訳ないあなたが審査基準知らないかもし指導官の人がそう言ってたとしたら申し訳ない否定的な言い方しちゃうけどその指導官にそのノウハウがないんですあきり言いますそのノウハウがないんですだからそ,れにそこの人たちに教えてもらうとあなたは進路を減らすことになりかねない それは非常にもったいないいいですかだから皆さんは今から面接のところで何が必要なのかいろはの部分の胃の部分だけお伝えしますでそこはちょっとね、えー、まあメモ書き程度にちょっとしていこうと思っていますこれはいろんなところの説明会のところでもちょっとお話はしているんですがまず皆さんはい情報戦 面接の情報戦ですね。はい。やっぱり、この情報戦のところで、相手がどういう人を求めているのかとか、ね。どんな、ああ、例えば、仕事をしているのかとかっていうのを調べなきゃいけない。だから皆さん、動画のところとかで、例えばこれ、情報。取り組みとか、人物像とかね。求める人物像とかあるじゃないですか。こういうのあるよね。はい。こういうのあったときに、 私はだからあ、この動画のところとかでも、感覚性の方々に向けて、魅力ややりがいとか、職種紹介ということをさせていただいてます、動画のところで。これはズバり、この取り組みのところとか、ある程度知らないと、正直、面接のところで、あなたはどんなことしたいんですかって言ったときに、やっぱ、こけます。ね多くの人たちのところで、まあ、例えば、一部の自治体さんの本当のネタで言うと、じゃあ、逆にこの取り組みのところで、この話しとけばいいんだよ、と、予備校に言われたと。 でその話のとこを仮に喋ったとするよね。そしたら言われるわけですよ。今、えー、これ一例で言うよ。いやこれ、その自治体が言ったわけじゃなくて、例えば、ある地域のところの再開発をこれからやっていきますと。じゃあ、その再開発をやっていきたいんです。そのために僕はどこどこ市役所を受けたいんですって言ったとするよね。じゃあ、面接官から言われること。うん、まあいいんだけど、と君さ、そのじゃあ取り組みってさ、あと10年ぐらいしたらもうその再開発事業終わるんだよね。 じゃあ、君がやりたいことそれでもう終わるけど、その10年後どうすんのって聞かれてるんです。さあ、皆さんやったら答えられそうですか要は、この10年で終わるような、その自治体さんが売りにしてる取り組みで、ね、その自治体の売りになるようなことを言えばいいんだよって言われて、それを言ってみてください。そしたら、そういう切り返しが返ってきます。10年で君の、えー、公務員でやりたいこと終わっちゃうけど、その後どうすんのはい。え えってなったら、あ、じゃあ君やりたいこと特に特にないってことだよね。あ、分かった分かったって流されちゃうんですよ。もう結果は言わずもがなですよね。そう。これいいことが悪いことが関係ないでしょ。あなたはどういうことをしていきたいのかっていうのがやっぱ必要なんですよ。でそれをしっかりしていくために皆さんでやっていただきたいのは必ず、 このバランスをとってください。説明会やパンフやネットのバランスなんです。で、特にやっちゃいけないのは、はい。ネットのみの情報っていうのは避けていただきたい。避けていただきたい。何かというと、確かにインターネットには様々な情報があるんですけども、特に、 はい。まあ、これは、あの、言い方のところちょっと気をつけて言いますけども、えー、例えば皆さんの大学のところとかでも勉強していって、大変ないっぱいな量を覚えて合格していくっていうのが大学入試のところになってるじゃないですか。そしたら、そういうふうな形にやっぱりなっていくと、皆さん面接はしたことないわけですよね。そうすると多くの人は大学入試をどうしても頭に想像しちゃうんですよ、面接で。そうなったら、 細かいことをめちゃくちゃ知らないと浮かんねんじゃねえかってなってくるんですよ。思いませんそしたら、細かいことを知るためには皆さん何が今やられてますそうですね。ネットを使って情報収集するって発想になりますよね。そう。それがネットだけにな陥る人のポイントなんです。このネットだけに陥る人がやっちゃうのは、こういう情報とかをインターネットにある細かい情報だけピックアップして、一番大事な情報っていうのを見落としがちになってしまう。 で本人は実は言うのが「いやだってさパンフレットとか説明会に書いてる情報なんてみんな知ってるじゃんと」と。みんな知ってるからそんなところとかやっても差がつかないから細かいとこを知ればいいんだよって言うんですけど申し訳ないじゃあ面接のところそんな細かいことだけ知ってて基本的なことを知らない子を通すわけないんですよ。なんで公務員が何してるかも知らないしっていう人たち通しても仕方ないんだもんそんなの。そんな重箱の炭をつつくようなことばっかり知ってる人とか言われても困るから。 で私はよく例えるけど、例えば恋愛のところとかで言ったら、名前や顔や性格も知らないのに細かいことだけ知ってても怖いんですよ。ね。それは困るんですよ。ね。だからそういうふうな形になっちゃうとまずいから、ちゃんとそこを知らなきゃいけない。で、え少なくとも説明会とかいろいろある中で、例えば、えー、科学のところとかでも上ヶ原かなのキャンパスのところとかで説明会とかが一部行われたりしてると思うから、そういうのを積極的に参加してってね。 ね、えー。そうじゃなければ、レックとかの予備校のところで、五、え、十、ーまあ、団体とか説明会来てますから、そこのところ参加してってください。で、続いて、これ情報収集する。これは、いつかイロハのイの部分ですかこれをちゃんとしてね。で、プラス、次。はい。今度。エピソード作りしてってください。はい。で、 エピソード作りをしてってくださいっていう,ふうな話になった時に、あなたにやっていただきたいなと思うのは、えー、エピソードを作るってそのままやけど、間違えちゃいけないのは、エピソードを作るってなった時に、なんかそんなすごいエピソードないですって、謙遜する感覚生が非常に多い。はい。で、逆にね、別の大学さんのところで言ったら、いや、僕、留学行ったんで、っていう人がいるんですよ。ね、はっきり言いますね。あの、はっきり言いますよ。えー、留学行ったらなんか偉いっすか もうぶつけないし私はそのまま言っちゃうんですけど「いや留学行って偉いか?」なんかすごいドヤ顔で言ってるけどなって言って実際言いますいや正直別にだからどうしたですよ留学行ったら別に何も偉くないですよじゃあ例えばアルバイト頑張ってた部活めちゃくちゃ頑張ってたサークル頑張ったじゃあゼミ一生懸命頑張ったじゃあそれじゃあ何でダメなの なんかよく、ね、あの面接のところとかでなんかみ,みんなと違う目立ったことをしなきゃいけないとか、えー、バイトでねすごいことをやらなきゃいけないって本書いてるけどじゃあなんでそれしなきゃいけないの多分言うんでしょうね目立たなきゃいけないんだといや目立ったら何でいいんですかとそう正直な話そこってあんまり理屈がないんですよ目立ったら勝ちみたいな、ね、そういうのではない注目を浴びることがあってっててもそれ要は あと、最後のところで、まあ、注目を浴びたから、まあ、こいつでいいかって、もしかしたらなってるかもしれないじゃないですか。そうじゃないでしょ。ど、何で取るかっていうと、要は、あなたのエピソードを聞いて、公務員試験のところで、あなたはどんな考えを持って、どういう行動ができる人なのかを知りたいんです。だから、部活でも、バイトでも、ボランティアでも、サークルでも、ゼミでも、何でもいいんですよ。留学でも。 いいですかそこのところで、例えば留学行ったっていうのは自分の弱点を補うために留学行ったこと申し訳ない。パパママに言われたから行ったことじゃあ全然違うでしょう評価。ね。だからあなたは考えと行動って私はよく言うんですけども、そこをちゃんとアピールしないと意味がない。だから皆さん心配しなくてもバイトだからダメなんて絶対ないから。サークル、部活、ボランティア、 えー、まあ,あの、そうですね、アルバイトでもいいし、部活でもいいし、えー、ボランティアでもいいし、留学でもいいし、何でもいいですよ、インターンシップでもいいですよ。あなたがやったエピソードで、あなたがどう考えて、どう動いたかの方が大事。で、ね、よく間違えるのが、そこのところで、そういうプロセスで評価してるにもかかわらず、結果さえ書いときゃいいんだって言ってる人、これ、明らかに間違ってますから。ね、そんなとこ審査してないから、結果だけとか。間違ったこと言っちゃいけないんですよ、そういうのはね。 だからそういうふうなところのいかにプロセスのところを実は判断しているかっていうところが鍵なのでなんでそれを判定しているかどうやって判定しているかまた直接お教えします皆さん来ていただいた方に関しては実際同じエピソードでも言い方次第で実は5段段階階とか6段階評価変わるんですよこれも実はこういうふうな表現の方が実は評価上がりやすいとかここ追加で言わなあかんねやでって話は全部出てくるのでそんなノウハウのところはこちらにお任せいただいたらいいからまずは皆さんエピソードを作る。 新しいことをチャレンジしてみるもよし。そういうのをやっていきましょう。いいですね。で、プラス、そういうエピソードを作って、ここで PR ポイントですね。PR ポイントというのを作ったら、あとは、伝えるってやつですね。で、この伝えるっていうふうな形になった時にも、いいですかこの伝えるってなったら、よく言われるのが、面接っていうのは、喋り。 のところっていうふうに勘違いしている,人いるけどもしゃべる練習ばっかりしすすぎても意味はないんです、はい、実際皆さん見ててね「質問」と「答え」ありますけどもはいこれ、ね「質問」と「答え」「質問」と「答え」て面接練習あるけどじゃあ面接官って何を求めて何を持って質問してくるかってずばりこの前にある「 エントリーシートと言われるこのシートをヒントにして説明をしてく、あの質問をしてくるわけ。このエントリーシート、出願書類みたいなやつですよ。自己紹介書ですよ。この自己紹介書をヒントに面接をしてくるので、これを準備できてなければ、適当に書いちゃったら何聞かれるかなんか絶対わかんないのよ。いいですかで、これは、見えるかなこれなんですよ。情報収集と あなたのエピソードのところから実はエントリーシートって作るので、はい。よく言われるのが、申し訳ないけども、勉強してて、公務員の勉強のところしてて、ね。何聞かれるか面接わからんやんって言ってる人とか、あと、勉強先やってて、筆記試験終わってから面接対策やればいいんだよって言ってる人、いるんですが、多分この人たちって同じなんですよ。 要は、面接って何聞かれるか分かんないって言ってる人と、勉強を先にやってて、面接は筆記試験が終わってからやればいいって言ってる人は、多分同じなんです。理屈は何か、今のところ見ててください。つまり、そう、筆記試験何が、あの、面接験何が聞かれるか分からない理由は、これ、エントリーシートをちゃんと書いてないからなんですよ。 エントリーシートを書いてないから。じゃあ、エントリーシートを書こうと思ったら何か、情報収集とか、自己 PR、エピソード作りっていうのをしなきゃいけない。えー、この辺しないまま、例えば夏休みに、勉強だけずっとやってようぜ、自習室にこもって勉強だけしてようぜっていう人。これ作る暇がないわけでしょはい。だったらこれを作る暇がないまま、勉強だけやっててみ、何惹かれるか分かんないようなエントリーシートしか出来上がらないから、何惹かれるか分かんないって、ぐだぐだになるんですよ。非常にもったいない。だから、 実際、勉強と面接はバランスが大事なので、そのバランスを取るためにどうしていくかが鍵になります。よろしいですかね実際だから皆さん勉強のところ始めていただいて、これいつ見ていただいてるかわからんけども、例えば、5月、6月から、えー、見てて、じゃあ始めようと思ってる方、7月、8月、9月、10月、11月、12月、様々だと思いますけども、いずれにしても、 例えば2021年の試験を受けるっていう方とかに関しては夏休みぐらいまでがエピソードを作るっていうところだったと思います。ありえるとしたら、長期の休みがあるとしたら。じゃあそこのところでエピソード作りとかがあるとしたら、その部分のところを例えば書き出してって、冬ぐらいからもう分析とかをして、エピソード作りを1日5分とかでもちょっとずつはやっていこうよって話になるわけ。ね、それができてないとうまくいかないです。よろしいですか 今のところ見ててくださいでその上で喋りの練習っていうのをしていく必要がありますですから準備がまず大事でその後実際面接でいかに喋っていくかが鍵だと思ってくださいでもちろんその喋る練習のところも大事だけどもみんなには面接でこれから対策するときにこの喋りのところでこのあとね、はい、フィードバックしてもらうことも大事ですよ あの、よく模擬試験とかも筆記試験もそうじゃないですか。受けっぱなしになる人いるでしょ受けっぱなしになったらダメ。だから例えばですよ。15分ぐらい面接して、フィードバックが5分ぐらいってこれ多分無意味です。はっきり言います。無意味です。少なくとも面接、この面接練習やってフィードバックやったら、それと少なくとも同じぐらいだけの時間は取らなきゃ厳しいです。 だって15分ぐらいかけて喋ったことをなんで5分で指導できるんですかと。端的に言ったら大体いいと思う。じゃあ1点だけ頑張って直しといてね。じゃあねえだったら5分でできますよ。それって指導じゃないでしょう。ね。だから皆さんは対策をしていくっていう話になった時にあくまでこのエントリーシートを作るための分析のところをまずしましょう。で、そのためにじゃあそのエピソードをどういうふうにやれば評価が上がるのかとかもまた言っていきます。その上で 喋りをどういうふうにしていくか。それは次の段階の話だと思ってください。よろしいでしょうか。で、実際、あの、レックのところとかでは、ここのところに関して後で、まあ、次の動画のところでも詳しく言うんですが、ここの方々が、まあ、レックの先生たちに関しては、ここに来る模擬面接の先生方が、えー、元面接官の方々が入ってきますので、 実際あの事務局の方がやったり筆記試験やってる先生がやってるっていう形とはやっぱり違います。だって元面接官の人に指導してもの実際面接してもらったら一番早いもん。だって実際採点官がどこで採点してるかが物の,の見事にわかるわけですから。ね。だからそこのところで実際レックの生徒さんたちはみんなここのところのフォローを受けてもらってフィードバックもまあ先に言うとこうかあのー、実際 レックのところがこれ後で動画のところでも紹介しますけども20分模擬面接やってフィードバックは30分です。はい、実際あのこれまた皆さんパンフレットとか見ていただくやつ56ページに載ってるんですけど実際模擬面接20分フィードバック30分でしかも動画見ながらって書いてるから皆さんの態度とかをえ実は iPad じゃないけどああいうので撮ってそこのところでほらここのところ 首かしげながら不安そうに喋ってるだろうとか、ね、この、あの、落ち着いて喋ろうとしすぎてるから熱意が足りなく見えるよとか、そういうのも全部示した上で全部で50分です。はい。実際ここのところがやっぱ鍵ですよね。はい。そこをちゃんと見ていかないとうまくいきません。じゃあ、そういうふうなところの対策をレックのとこはしていってますから、それをしっかりと見ていってもらえればなというふうに思っています。 よろしいですかね。はい。これがフィードバックのところになっています。はい。じゃあ、今のが面接で何をどうしていくのかっていう話のところですけども、一日、だから皆さん夏休みぐらいまでにこれ見てる方はエピソード作りとかにいそしんでください。秋から見てる方はエピソードのところとかを書き出したりとかしていきつつ、えー、実際説明会とかも始まるので、それをちゃんと積極的に参加していってください。 ねえー、冬ぐらいのところになったらそろそろ自己分析っていうのをしていくことになるから先生どうしたらいいですか個別に先生と一日正直ね5分10分メモを残してって、えー、月に1回ぐらい先生と相談するって形で全然いいのでそういうふうにやっててくださいだから勉強と面接はバランスをちゃんと取るということを意識してもらうことが鍵だと思っててください以上で、ね、面接のいろはの部分 ですね、もっと詳しい話はこれ面接の授業とかやったらもう10時間だろうが20時間だろうが全然しゃべれちゃうんですけども、まあ、まずはいきなり言っても仕方ないんでそういうところだと思っといてくださいでは実際あのこの動画のところはこれで終了してあとは最後、まあ、レックのところって四つ、まあえー、の予備校さんと違ってどういうところが違うのかとかそういう紹介のところも少しだけさせていただこうと思いますのでそちらは別の動画のところでまたご覧いただければなというふうに思っております では以上で面接対策のまあいろはのしょういろはを知ろうということで、えー、動画の方は終了させていただきたいと思います。では皆さんお疲れ様です。